はこんにちは、兄様です。今日はフィクサーでまたまた遊んじゃいます。その前にね、今日から動画の時間を短くしていきます。最近ね、忙しくて編集する時間がなくなってしまったんで、今後短い動画がねメインになりますけど、よろしくお願いします。今日の話に戻しますけど、前回の動画がヴァンパイア射速リロ速のフィクサーでしたね。かなり強かったです。今回は貴族射速リロ速です。ダメージ上がる効果で射速はもう敵を倒すのが爆速い。痛いっていう前に言っちゃってる。今日は前回とパーク一緒なんで紹介はしないです。概要欄にね、前回の動画を貼っときますので、気になる方は前回の動画参考にしてください。はい、これが今日使っていく武器ですね、貴族のフィクサーで射速とリロ速ですね。改造はいつもと変わらず、パワフルオートレシーバー、アラインロングバレル、フォースフルストック、クイックマガジン、リフレックスサイト、サプレッサーですね、ダメージが143、ファイヤーレート98、レンジ174、アセラシーが64になってます。それじゃあ使っていきましょう。とりあえずね、スーパーミュータント何体かいきましょうか。めちゃくちゃ速いですよね。でね、これちょっと見えてなかったんやけど、700ちょっとは出てる。はい、次はマイアラックイーンですね。100レベルいきましょう。まあそんなに時間はかかんないでしょう。まあ終わりかな。終わったね。446は半端じゃなくダメージが出てると思う。マイアラックイーンで446すごいと思うね。じゃあ発光ビヒモス行きましょうか。最近本当にね、射速使い始めて思ったんやけど、むちゃくちゃね敵倒すのが早いんよね。もうこいつとかは本当に一瞬じゃないかな。ほらこんな感じよ。659出てましたもんね。次はスコーチビスト行きましょう。ちょっと待ってね、こんな感じ、500とか出てますよね。とりあえずこいつ降りてきてもらって、こんな感じよ。500とかいってるでしょ。やばいと思う。本当にダメージは高い。でね、射速がついてるんで、むちゃくちゃやっぱ敵を倒すのは早いよね。これがいいところ、射速の。ほんと早いと思う。むちゃくちゃ早いよね。900出たね。スコーチだったら900出る。もういないかな。いないね。ちょっとここで最後になるんやけど、スーパーミュータントとね、発光ベヒモスを倒して戻りましょうか。ちょっとね、短い動画で伝わるかどうかっていうのがちょっとなかなか難しいと思うんやけど、使ってる本人はね、むちゃくちゃ強いと思って使ってるんで、789とか出てますもんね、やっぱりスーパーミュータント。いや強いと思うけど、まあ伝わればいいなとは思う、短い動画で。よし、戻りましょうか。兄様チャンネル。はい、戻りました。本当だったらクワッド射速とか使いたいんですけど、なかなか手に入らないですね。レジェンダリークラフトやってもクワッド射速とかは出てこない。最近いろんな射速使ってますけど、別にね、貴族とかこういう武器でもいいなって最近はね思ってきてます。今回は貴族射速なんで、余裕でねボス以外はいけるでしょう。ボスでも使えるくらいですけどね。フィクサーの射速使ってない方は使ってみてください。ものすごく強くて敵を倒すのが早いです。それではまた、兄様でした。